お疲れんじ。はい、ということでね、本日はタイトルにもある通り大食い企画でございます。まあ大食いって言ってもいろいろありますけど、用意されたものをむしゃむしゃと食べるんじゃなくて自分で捕まえるスタイルですね。だから要するに食べ放題形式ですね。こちらの後ろに広がってる場所がバイキングをする場所です。まあこの企画は先週の日曜日にもサブチャンネルで似たような同じようなことやったんですけど、これ自分の空腹も満たせてね、なおかつ動画にもできるっていう意味でね、一石二鳥ですね、二中ですかね、一石二中、優れた企画になりますね。まあそんな感じで今回見つけた昆虫を片っ端からバイキングしていくわけですけど、調理をするっていう概念は存在しません。というのもやっぱり素材の味を楽しみたいというのが一つと、あとバイキングってなんか調べたら調理済みのものがなんかその辺に並んでて、それを人間が手に取ってね、自由に手に取ってむさぼり食うものみたいなんで、捕まえた昆虫をわざわざ焼いたり炙ったりして食べるようなことはしません。だからまあ食べ放題って言ったら焼肉が有名みたいですけど、今回お刺身みたいなもんですね。虫のお刺身をたらふく食べまくります。ちなみに昨日の夜から何も食べてませんのでね、明日バイキングの動画撮るってなったらもう昨日夜からもうテンション上がりまくっちゃってね、今ジー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 ね、虫の声聞こえてるかわかんないですけど、この辺の虫はもう全部鳴き納めです。僕はもう今日はね、歩く殺虫剤になります。はい、まあそんな感じでね、早速1匹目見つけました。動いてるのわかりますかね。はい、こちら少量バッタの幼虫ですね。褐色バージョンです。近くに緑色の個体もいました。少量バッタはこのように褐色のものと緑色のものがいます。まあこの色の違いは周囲の環境に擬態してるって言われてて、この褐色の方は枯れ草が多いところで、緑の方は草が多いところにね、生息してるものです。まあそんな感じでね、細かい説明するのもだるいんで早速いただきます。もう腹減ってしゃあないですよ。やっぱり相変わらずね、噛むとプシュッとね、お腹から液体みたいなものが出てきます。これは多分バッタの糞ですね。相変わらずしょっぱいです。これは先週のサブチャンネルでもね、少量バッタ食べたんですけど、しょっぱかったんですよね。これも変わらずしょっぱいです。はい、じゃあ次いきます。はい、次こちらオンブバッタを捕獲しました。こちらオンブバッタの成虫メスなんですけど、オスはこのメスよりだいたい一回り二回りぐらい小さいですね。日本全国に広く分布しててかなり有名なバッタです。食性は先ほどいただいた少量バッタと同じで完全に草食性です。あの少量バッタね、ちっちゃくて少量しかなかったんですけど、こちらオンブバッタね、まあまあなサイズなんで食べ応えありますかね。わ、こいつは威嚇の時に口から分泌液を出すんですけど、それがすごいピリッときました。苦いですねこれ。相変わらずね、お腹からプチュッと出てきますね。あ、めっちゃ苦いな。すごい苦い。少量バッタしょっぱかったのに。この違い何なんでしょうね。食べてるものなんてほとんど同じはずなんですけど、やっぱりお腹が大きい分糞が詰まってたんですかね。結構苦いです。はい、こちらオオカマキリの幼虫です。オオカマキリは日本に生息する朝鮮カマキリっていうカマキリとちょっと似てはいるんですけど、この頭の下にね、わかりますかね、両前足の付け根あたりに黄色い点っぽいのがあるのわかりますかね。これがあるのがオオカマキリの特徴です。まあこのオオカマキリは先ほどいただいたオンブバッタ、少量バッタとは違って肉食性の昆虫なんで、体内にね、寄生虫がいる可能性が大いにあります。まあ例えばハリガネムシですよね、あの茶色いクネクネしたやつ。だからちょっと寄生虫がいる可能性があるんで、まあ食べますけど、これ特に味はしませんね。
何の味もしませんでしたね。苦味もうしょっぱさも特になく食べれる虫ですね。次こちら、わかりますかね、ヒメギスを捕獲しました。こちらヒメギスのメスの幼虫なんですけど、このお尻の先っちょにトゲみたいなのが生えてるのわかりますかね。こちらはメスにしかないもので産卵管って言って、これを地中にね深く刺して卵を土の中に埋め込みます。ちょっと関係ないですけど、蜂の針ってありますけど、あれはこの産卵管が変化したものです。でこのヒメギス結構動きが素早くて捕まえるのが難しいです。でこんな感じで牙が大きくて噛みついてきます。食性は草食傾向の強い雑食性で、当然虫も食べます。なんでね、オオカマキリと同様に寄生虫の心配があるんで、ちょっと食べるのはね、まあ食べますけど、足がプリプリですね。お腹がね、うんちが出てきました。結構えぐみが強いですね。多分これ糞がパンパンに詰まってるんで、その味ですかね。口の中にまだ足とかが残ってますね。こちら、土イナゴを捕獲しました。土イナゴはトノサマバッタに似た見た目をしてるんですけど、トノサマバッタよりはちょっと小柄で、なおかつ色合いもね、このように茶褐色ですね。で、顔つきもこいつの方がちょっと柔らかい感じがしますね、トノサマバッタより。イナゴの佃煮とかでよく食べられるイナゴとは全くの別種で、この土イナゴは土イナゴ単体の種類になります。土イナゴの食性は完全に草食性で、トノサマバッタはイネ科のシュッとした細長い葉っぱを好むのに対して、土イナゴはそういう葉っぱも食べますし、広葉樹ですよね、葉の広い葉っぱも好んで食べます。だからまあ寄生虫はいませんね。多分パリパリ言いますね。やっぱ大きいからしょっぱ、すんごいしょっぱいです。焼いてないんですけどね、全く。すんごい香ばしいですね。パリパリしてます。あんまりね、まだたくさん食べてないんですけどね、カレーで胃が小さくなったのか、ちょっと今吐き気を催しました。はい、次、またオオカマキリを捕獲しました。こちらのオオカマキリなんですけど、少量バッタと同じで、このように褐色タイプと緑のタイプがいます。先ほど食べたのは緑のタイプだったんで、今回褐色も味見ですね。まあ、相変わらずお腹からプチュッと出てきますね。緑のと褐色のでは特に、その味の違いはなくて、なんていうか、なんでしょうね。この、茶色い方がなんとなく胡椒が効いてそうなイメージはあったんですけど、特に味の違いはないです。どっちもね、特に味はしませんね。こんな感じでちっちゃい足がね絡まります、口の中で。はい、次こちらカメムシを捕獲しました。こちらのカメムシ、星腹広ヘリカメムシって言って、まあ茶色で地味なカメムシですね。見た目はザカメムシって感じなんですけど、
匂いがしないんですよね。だからこのカメムシ、皆さんが想像するようなきつい匂いは一切しません。なおかつ植物の汁を吸うタイプのカメムシなんで、寄生虫の心配もありません。見ました今、パクって噛んだら、まあ、こんな感じでバッツリ割れたんですけど、すっごい刺激的なね汁が出てきました。ピリピリしましたよ、舌だけに。やっぱりね、昔って言ってもね、去年ですか、ショートムービーでカメムシ一気食いしましたけど、その時と同じ味がします。匂いはしないんですけどね、噛むとすんごいカメムシの匂いが口の中を充満しますね。オシハラビロヘリカメムシって大豆の害虫としてね、よく知られてて、まあ豆科の植物の汁を吸うんでね、大豆の味するのかなって期待してたんですけど、全然そんなことなくね、すごい強烈な、この舌の先端にまだインパクトがありますね。ピリピリしてます。次こちら、クビキリギスのメスを捕獲しました。メスの成虫なんで結構大きいですよね。で、先ほど紹介したヒメギスと同じく、このように産卵管がねついてますよね、お尻の先端に。クビキリギスってこのように顎が大きくて、この黄色い部分ですね、ここでこうやって噛むんですよね。かなりこうやって噛んで無理やり離そうとすると首が思い切り取れちゃうんですよ、クビキリギス。それが名前の由来となって今に至るって感じですね。だからまあ安直ですよね、こうやって噛みついて取れねえから思い切り引っ張ったら頭取れっから、名前クビキリギスにしようってなったみたいです。クビキリギスの食性は雑食性で、まあ、植物も食べるし昆虫も食べるって感じですね。で、こいつはメスの成虫なんで、ちょっとお腹が大きいのは卵が入ってるってのもあると思うんですけど、寄生虫もいる可能性は高いです。まあ食べますけど、この顎が危ないんで最初に噛みつぶします。これで安心ですね。お腹が大きいんでね、ものすごい汁みたいな、多分卵が潰れたものが出てきます。うん、現段階ではこんな感じです。ちょっとこの羽が邪魔なんで羽だけ取っちゃいます。ここは人間でいうところの髪の毛みたいなもんなんでね、あまり食べるの向いてないと思います。しょっぱいね。しょっぱいです。次なるビュッフェを探してましたら、こちらの、わかりますか、ヤマカガシを捕獲しました。ヤマカガシは何度もね動画でも食べてますけど、マムシとハブより強い毒性を持つ日本最強の猛毒の毒蛇って言われてますね。ヤマカガシ見慣れてる人ならわかると思うんですけど、このヤマカガシ目が大きくて顔がちょっと丸っこいですね。普通こういう顔してないんですけど、もっとシュッとした顔なんですけど、なんか愛嬌のある顔をしてます。まあ今回はね、昆虫バイキングなんで、こいつを食べることはしません。ヤマカガシ爬虫類なんでね、このまま逃がすのも面白くないんで、せっかくなんでね、噛まれてみます。私をね、殺してくれたら面白いですけど。まあこの動画が投稿される時点で死んでません。で、こうやって噛んでるところ見るとわかると思うんですけど、ちょっとわかりづらいかな。この毒牙が見えるんですよね、こうやって見ると。今スレスレの状態で、もうちょっと食いって飲まれると毒が私に注入される形になります。この上顎なんですけど、まあこうやって見たら分かりづらいですね。こうやって噛むとね、なかなか離さないんですよね。やっぱり一回噛むと奥へ奥へって引きずり込もうとするんで、そうやって毒を注入するわけなんですけど、離してくれません、一回噛むとね。なかなか
はい、そしたら次こちら見えますかね。ちょっとちっちゃくて、あれ。はい、こちら七星テントウですね。まあ誰しも知ってるテントウムシです。テントウムシはね、アブラムシを食べることで有名ですよね。まあこんな生き物の説明もクソもないんでいただきます。お、苦っ。すんごい苦いですね、これ。こんなちっちゃい体なんですけど、あのサンマの腹ワタのあれをもっと煮詰めたような苦さがあります。まあちっちゃいんでね、どんだけ苦いっつってもすぐ飲み込んじゃいますね。まあ七星テントウですけどね、味は全然一つ星でしたね。はい、こちらルリシジミですね。まあルリシジミなんてどこにでもいる蝶々でね、特に説明するのもだるいんでいただきます。はい、まあちっちゃくてね、味もよくわかりません。特に噛んでもないですしね。まあそんな感じで何をどんだけ食べたか自分でも全然覚えてないんですけど、まあまあお腹いっぱいになりました。まだ完全に胃の中がパンパンなわけではないんですけど、あんまり食べすぎるとゲボ吐く可能性ありますんで、今日はこの辺でやめときます。まあ昆虫バイキングの場合は別の症状でね、後々後遺症として吐き気を催す可能性があるんですけど、とは言っても今までいろんなもの食べてきて、腹を壊したりだとか吐き気を催したりそういったことは一切なくて、多分コメントでもたまにちらほら見かけるんですけど、本当に何かしらのね、抗体ができてる可能性があります。本当に何食べてもピンピンしてますし、あとこれは食中毒とかそういうものではないんですけど、小さい頃から外に出てね、蚊に刺されまくってて体を、だから今蚊に刺されても全く腫れたりとか痒みとかがね、そういったものが出たりはしません。で、なんでなのか気になって軽く調べたんですけど、やっぱり蚊に刺されまくるとそういう抗体ができるみたいです。だからまあ何食べても体調崩さないし、蚊に刺されても腫れないし痒くならないしでね、日本の自然に特化した人間であると言えます、私。はい、まあそんな感じで今回以上になります。ごちそうさまでした。今時期的にね、バッタとかカマキリとかそういった幼虫しかいなかったんですけど、あと1ヶ月もすればね、そういった生き物、成虫も出てくると思いますんで、その辺もまたバイキングしたいですね。今回ご清聴ありがとうございました。あとこれちょっとバイキングとか何も関係ない余談なんですけど、先ほどヒメギスとか食べてるあたりでしたかね、私後ろ背後でね、ものすごい足音が聞こえて、ダダダダダダって私の方に向かってくる音で、イノシシとかそういった獣じゃなくて完全に人間がこうやってする音が聞こえて、ちょっと振り返った描写もあったと思うんですけど、あれ何だったんですかね。なんかもう本当にこんな音が聞こえて、で振り返ったけど何もいなくてね、こんな感じで周り見渡しても何も人なんていないんですけど、完全に人間が向かってくる足音がしたんですよね。別にこれ特にオチとかもなくて、ヒメギス食べてるあたりなんですけど、音を吐いてたら面白いんですけどね。まあいずれにしろ夏が近づいてるってことですかね。ちょっと意味がわからない現象がありました。それだけです。